はい、KoZの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、もう目の前にありますドラゴンボールから色紙アート、そちらのレイジングっていうね診断、はい、こちらが出ましたんでね、こちらを開封していきたいと思います。とりあえずね、箱なんですが、こんな感じですね。はい、こちらなんですが、全15種プラスシークレット1種ということで、はい、でワンボックスに10個入り、はい、なのでね、こちらとりあえずね開封して中のね袋の状態を見ていきたいと思います。はい、こちら袋の状態ですね。絵柄はこの2種類ですね。はい、もう絵柄の時点でかっこいいね。このね色紙アートシリーズは私全てコンプリートしてます。はい、全段コンプリートしてるんで、今回もねこちらコンプリートを狙っていきたいと思います。もちろんねワンボックス10個なんで、一応ね2箱買ってますんで、揃うかな、どうだろう。とりあえずね開封していきましょう。ではね、早速1枚目いきます。せーの、あ、裏側ですね。はい、いきます。じゃん。お、いきなり白押しだけれど、これはノーマルなのかな。どうなんだろう。まず1枚目なんでね、はい、バーダックかっこいいね。イラストがもうかっこいい。これ、いやすごい。はい、バーダックで、こちらはねもちろん、はい、食玩扱いなのでガムが入ってます。はい、はい、では2枚目裏だね。はい、いきます。せーの、あ、これがノーマルか。あ、さっきのはレア枠っぽいね。箔がついてない。こっちはパンちゃんと悟空、ダブルカメハメハ GT。はい、はい、では3枚目、せーの、あ、悟空ですね。初期の悟空、無印ドラゴンボール、いいね。シンロンと悟空、均等に乗ってる悟空、構図的にいいね。はい、では4枚目、せーの、あ、ゴテンクスですね。ゴテンクスのスーパーサイヤ人3セット。はい、こちらもノーマルですね。はい、では5枚目、せーの、あ、ベジータ SSGSS。これは白じゃないね、ノーマル。はい、ベジータ。はい、では6枚目、せーの、おお、これまたきた、白。めっちゃかっこいい。スーパーサイジン4の悟空じゃねえ、スーパーサイジン4のゴジータ。うわ、めっちゃかっこいいじゃん。うお、かっけえ。いいね、ゴジータ。はい。では7枚目。せーの。あ、これはケフラか。はい。カリフラとケールがポタラで合体したケフラ。はい。では8枚目。せーの。あ、でもこれ箱押しだな。スーパーサイジンゴッドのベジータ、箔が入ってるからレアかな。あ、ベジータ目つぶってるね。これはかっこいいね。はい、では9枚目、せーの、お、これはトランクス、セル編の時のトランクスだね。ロン毛の時。うわ、すげえ、髪の毛がボリューミーだからね。これはこれでかっこいいね。トランクス。はい。ワンボックス目ラスト。せーの。おお、これはかっこいい。ベジット。これは Z の時、ブーヘンの時の Z、ブーヘンの時のベジット。スピリットソード。うおー、白押し。かっこいいイラスト。はい。ということでね、ワンボックス全部開封しましたが、ワンボックス内でかぶりは出てないですね。はい。ではね、10種類なので、あと、5種類とシークレットイシュー、あと6種類か。いや、出るかな、もうワンボックスで。はい。もう残り6種なんで、ここからサドンですということで、揃った時点で終わりとしたいんですが、毎回そうはいかない。はい。では、2箱目。1枚目。せーの。あ、持ってる。やばいやばい。これはやばい。来ましたね。はい。2枚目。せーの。うわー、やばい。やばい、ダブリボックスじゃねえよ、これ全部。はい、3枚目。せーの。お、よかった、持ってないの来た。はい。セットの時のね、はい。オープニングの時の、悟空とご飯。均等に乗ってますね。はい。では4枚目。せーの。あ、持ってないよ、よかった。身勝手の極意の悟空。かっこいい。白押し。かっこいいな。はい。では5枚目。せーの。さあ。あれ、引っかかってる。はい。おお、持ってない、持ってない。あ、これは、これ白だね。白で、孫一家。孫一家ですね。なんかシークレットっぽいな。なんかシークレットっぽいぞ、これ。シークレットっぽいと思ったらもうね、ここにあったね。シークレットじゃないよ、さっきの。はい。では、6枚目。せーの。お、持ってない、ブロリー。ブロリー持ってないけど、これは白じゃないね。ノーマル。ブロリー。すげえ迫力。はい。7枚目。せーの。わあ、来たね、ゴジータ。かっけえ。劇場版ブロリーの時のゴジータ。かっこいい。白押し。いいね。はい。では8枚目。せーの。お、ご飯。ご飯。持ってないご飯来ました。セル編の時のスーパーサイジン2ですね。はい。ご飯。はい。では9枚目。せーの。あ、バーダック。あ、バーダック持ってるよ。はい。2ボックス目ラスト1枚。いきます。せーの。あ、悟空とパンちゃんのカメハメハ。あれ？これ全部揃ってんのかな？ちょっと見てみます。はい。お待たせしました。はい、結果コンプリートしてましたね。2ボックス目のね、中盤あたりでもうコンプしてたんちゃうかな。はい、こんな感じで123456789101112131415、16。バーダックがシークレットだったみたいですね。一番最初に引いたやつやん。シークレット引いてましたわ、一番最初に。いや、まさかバーダックがシークレットとはね。はい。ということなんで、もうコンプリートしました。はい。2箱で、なんとかコンプリートできましたね。まあ、これが運がいいのか悪いのかは分かりませんが、ダブリがね、こちらになりますね。はい。シークレットがダブりましたね。まあ、出やすいのかもしれないね。うん。はい。といった感じでね、いや、なんとかコンプリートはできたんで、よかったと思います。はい。まあ、皆さんもね、ぜひね、コンビニとかで売ってますんでね、見かけたら買ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回は以上になります。ご視聴どうもありがとうございました。